おはようございます、3月25日水曜日、本日も外に出ております。外出禁止令出てるのに、あ、やっぱりね、ランドリーもやってますね。はい、そうですね、外出禁止が発令されてるんですけれども、外出禁止といってもね、生命に関わる食料の調達とか、医者にかかるとか、そういうことであれば、外に出てもいいんですね。自宅待機ですかね。で、私昨日は、エッセンシャルサービスで働いているので休館が出まして、出勤したんですけれども、今日はですね、私ドクターアポイントメントがあるんですね、ドクターアポイントメント、はい、不妊治療中でございます。今日これからモニタリングに行ってまいります。はい、先ほども言いましたように、今ニューヨークは一応外出禁止、必要ないことでは外に出ないようにという警告がされてるんですけれども、先ほど言ったね、ドクターアポイントメントとか、食料買い出しの場合は OK なんですね。ただ不要に外出してると警察の方にね、質問を受ける可能性もあるので、私のように、医療機関で働いている人はこのようにペーパーワークがあるんですね。これをポリスに見せると、まあ、OK ということになるんですけれどもね。はい、ただいまね、コロンバスサークル、59丁目の駅なんですけれども、こちらいつもすごいたくさんの人でにぎわうんですが、やっぱり人いないですね。はい、もうあちらのフードコートとかも完全にねクローズされてますのでね、わーお、わー、はい、コロンバスサークル全然人いません。ホームレスさんが泣いております。みんな泣きたいよね。Oh my goodness。 はい、トレーダー上手に来てました。列ないかなと思ったんですけど、後ろの方にあるんですね。はい、これからトレーダー上手に行くんですけれども、この行列でございます。何時間くらいかかるのかしら。やっと今回で入れるか。あ、残念ながら入れませんでした。次の回ですね。いや、残念。次また待ちましょう。やっと店内入れました。いつも行列なんですけれども、見てこんなサイン、スタンドヒアね。私もやっと買い物済ませました。なぜか今週やたら食料買ってます。これ良くないですね。買い物を終えたんですけれども、やっぱりですね、地下鉄の本数が少なくなってるみたいで、10分に1本ぐらいになってますね。通常だと 2,3 分で次の電車来るんですけれども、10分待ちでございます。